夏の高知大会で強豪明徳義塾と高知を直接下して県代表の座をつかみ取った高知中央。野球部創部55年にして春夏通じて初の甲子園に挑みます。今から馬ならへんねん、はい、でも衰退するぞ、はいはい、平地まで全力で耐える、はいはい、呼ぶ声全力で、はいはい、厳しい言葉で選手に喝を入れるのは就任3年目の太田博明監督。2013年の選抜でも監督として京都翔英高校を甲子園初出場に導いた経験を持ちます。高知代表するチームに本当勝てまして、ただまあ選抜で高知高校が2回も勝たれてますのでかなりのプレッシャーですけど、まあ、高知代表として恥じない結果にしたいなと思います。太田監督はチームについて誰か突出した選手がいるのではなく全てにおいて平均的と言い切ります。その分投打のバランスが取れた全員の総合力が強みとなっています。あ、これピッチャー陣はキレのあるストレートが武器。エースの左腕藤田日吉投手と変化球に強みがある右腕高橋修斗投手が軸になります。打撃では台湾からの留学生で打率の高い2年生のシャ・チャオエン選手や高知市朝日中学校出身の主将で長打力のある西岡雄心選手らの活躍が鍵を握りそうです。とにかく一戦必勝でチーム全員で勝ちを取りたいと思います。どんどん前に出てもう気迫のあるプレーを見せていきたいです。まあ、高知代表として本当に野球以外の面でもしっかりとした生活を送って、なんとか一勝でも多くしたいと思っています。